で楽しいなと思って、はいはい、あのバトルはもっと楽しいですが、そのバトルが勝てるのかとかあんまり調査がないというところになってきてますので、はい、もし、まあ、どっかのタイミングでまたこの目標実際したものを持ってきていただけると助かります。本当にありがたいです、はい、もう裏でね、リアルタイムで書いていただきたいですね、これ。そうですね、はい、それでは、はい、はい、じゃあこれ中継は、はい、どっちにしましょうか、はい、A2 番のお父さん、はい、A2 番、はい、A2 番、はい、広島のロッキーと国立でしょ、あの青コーナー、地元神戸から先ほどです。これね、凶暴なんですよ、あれね、前にね、ここにいろいろしてるんですよ、ニコニコした顔してるんですけど、結構強烈なロッキー、はい、よく拾ってる状態で、はい、そうなんですよ、あれはみんな僕が見るんですよ、しぼむしかないだろうね、結構動いてます。ハイケーンみたいな動きをしてますから、はい、相手としてはどうするんですか。そうですよね、苦手なタイプでしょうね、はい、ところもあるんですけど、ハンドボードとしてはきついところじゃないですかね。はい、3、4、5、はい、大丈夫ですね、大丈夫ですか、はい、大丈夫、ありがとうございます。わかりました。さあ、うれしみに、その2の青コーナーを切りたい。なかなかね、ミンチもね、あるしね、なんか、切ないと思う。そうですね、あの、コーナーが、はい、ちょっと怖いですね、あれは、結構ね、近づいたら、振り回されそうなコーナーがありますから、まあ、入れないんですよ、ね、しっかりしますね、はい、相手の仕方ですから、練習も相当やってるんですよね。じゃあ戦術的には分かってるはずなんですが、それを持ってしても攻略が難しいという感じでしょうね。考えてきたとは思うんですよね、どっかでもね、勝ち抜いていくのは当たりますから、はい、あ、そうなんですね、相手が見ると、こ、はいつ当たりたいから早く負けろって思う。なるほど、内心思うんですけど、でも、結局、勝ちが上がってきてしまうっていうのが、あれですよね。嫌な相手は強いから、強いですよ。いけない。いけない。2ターン取られちゃった。そうだよ、はい。これでタイマー。これも試合に。ああ、強いかもしれない。これ強いですね、この期待はちょっと、このあとも、どう注目なんですか、注目も、B リーグが注目です。